膝上げ、腹筋、姿勢の保持や起き上がりなどの動作に効果的。椅子に浅く腰掛け、手は椅子の座面を持ち、背筋を伸ばします。お腹を意識し、イーチで足をゆっくり上げながら、おへそを覗き込み、背中を丸めます。1、2、3、4で足をゆっくり下ろしながら、背筋を伸ばし、元の姿勢に戻します。では右足から行いましょう。せーの、1、2、3、4、5、1、2、3、4、6、1、2、3、4、7、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。次は左足です。せーの、1、2、3、4、5、1、2、3、4、6、1、2、3、4、7、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。背起こし、背筋、腰痛予防に効果的。肩幅に開いた足が床にしっかりつくように、椅子に浅く座ります。両手を頭の後ろで組み、背筋を伸ばします。手を頭で組みにくい人は椅子の座面を持ちます。2、3メートル先の床を見るように体を倒しておきます。1で背筋を伸ばしたままゆっくり起こし、1、2、3、4でゆっくりと元の姿勢に戻します。では始めましょう。せーの、1、2、3、4、6、1、2、3、4、7、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10。ボールハサミ、内転筋、
尿失禁予防に効果的。足が床にしっかりつくように椅子に浅く座り、背筋を伸ばします。膝にボールかタオルを挟みます。いい位置でゆっくりと両膝に力を加えながら挟んでいきます。1、2、3、4でゆっくりと力を緩めていきます。では始めましょう。せーの、1、2、3、4、5、1、2、3、4、6、1、2、3、4、7、1、2、3、4、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。つま先上げ、前頸骨筋。歩く時のつまずきやすり足予防に効果的。足を腰幅に開き、かかとを少し前に出し、手は座面を持ちます。かかとを支点にして、いい位置でゆっくりと両足のつま先を上に上げていきます。1、2、3、4でゆっくりと元に戻します。では始めましょう。せーの、1、2、3、4、5、1、2、3、4、6、1、2、3、4、7、1、2、3、4、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。椅子の立ち上がり、大腿四頭筋。立ち上がりや階段の上り下りの動作に効果的。足を肩幅かやや広めに開き、つま先は外側に向け、手は腰に当てます。しっかりと足を踏みしめながら、いい位置でゆっくりと立ち上がります。1、2、3、4で膝がつま先から出ないように注意をしながら、お尻を突き出すようにゆっくりと腰を下ろしていき、元の姿勢に戻します。この動きが困難な人は、つま先を立てながら片方の膝をゆっくりと伸ばしていき、ゆっくりと戻していきます。では始めましょう。せーの、1、2、3、4、2、1、2、3、4、3、1、2、3、4、4、1、2、3、4、5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 、1、2、
2、3、4、6、1、2、3、4、8、1、2、3、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。足の横上げ、外転筋、転倒予防に効果的。椅子の後ろに立ち、背もたれに両手を置きます。つま先は正面に向け、いい位置でゆっくりと片足を真横かやや後ろ側に足を上げます。1、2、3、4でゆっくりと元に戻します。体が前や横に倒れないように、また足を上げすぎないように姿勢に注意をしてください。では右から始めましょう。せーの、1、2、3、4、5、1、2、3、4、6、1、2、3、4、7、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。次は左足です。せーの、1、2、3、4、7、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。つま先立ち、下腿三頭筋、スムーズな歩行に効果的。椅子の後ろで足を腰幅に開いて立ち、背もたれに両手を置きます。いい位置でゆっくりとかかとを上げていき、1、2、3、4でゆっくりと元に戻します。では始めましょう。せーの、1、2、3、4、5、1、2、3、4、6、1、2、3、4、7、8、1、2、3、4、9、1、2、3、4、10、1、2、3、4。